今日はレスポンシブデザインの基礎ということでメディアクエリについて解説していきたいと思います。それでは早速始めていきましょう。はい、ということで早速解説の方に入っていきたいんですけれども、今ですね画面が黄緑一色になっているかと思います。でこちらを広げるとピンクになるようにしているんですけれども、こんな感じで画面全体の色を画面幅に対していろいろですね変えながらレスポンシブデザイン、メディアクエリの方を解説していきたいと思います。で今どうなっているかと言いますと、こんな感じでインデックス HTML とスタイル CSS がある状態なんですが、メディアクエリに関する記述はこちらになります。でメディアクエリっていうのは、簡単に言いますとこちらですね、今 minwidth600pixel というふうに書いているかと思うんですけれども、こちらが条件になります。でこの条件が true の時、つまり条件を満たす時にこの中のDIV ですね、DIV に対してバックグラウンドカラーを設定しているかと思いますが、こちらが適用されるというような感じになっております。でもう一回画面の方にちょっと戻りたいと思うんですけれども、今ですねこの狭めてみると黄緑一色になって、DIV バックグラウンドカラーライトグリーンというのが適用されているかと思います。でスタイル CSS の方で見ると、これですね、この1行目から3行目までのやつが適用されているというような感じになります。でこちらは実はここにも書いていて、スタイル CSS、コロン1というふうに書いていると思うんですけれども、1行目ということですね。でこちらをですねどんどん広げていくと、こんな感じで、ピンクになったかと思いますが、アットメディアミンウィズス、600pixel で DIV バックグラウンドカラーピンクということで、適用されているのがわかるかと思います。でスタイル CSS が、6ということで、6行目からのこちらですね、こちらの、DIV バックグラウンドカラーピンクというのが適用されているのがわかるかと思います。で今回紹介するのが、こちらの条件の部分になります。で、簡単そうに見えるんですけれども、思ったよりは結構深くてですね、いろいろあるんですけれども、大きく分けるとメディアタイプとメディア特性と、そしてそれらをつなぐ論理演算子というもので構成されております。で、この3つに的を絞って今回は解説していこうと思っております。はい、ということで早速ですねその3つを解説していきたいところなんですけれども、まずはですねインデックス HTML がどうなっているのかっていうのを紹介させてください。で、特別なことはそこまでやっていないんですけれども、スタイルタグの中で CSS の調整を行っております。すべての要素に対してハイト 100% とマージン0を当てているというような感じですね。でハイト 100% というのはデフォルトの状態だったらハイトがそのコンテンツの高さの分しか出ないので、いっぱいいっぱい広がらないということで 100% を当てることによって、いっぱい広げているというような感じになります。で次がマージン0というところなんですけれども、これはですねボディタグに対して当てているものですね。ボディタグっていうのはデフォルトで、ブラウザのマージンっていうのが少しかかっていて、余白ができてしまうので、それを調整するためにマージン0というものを当てているというような感じになります。で、ボディタグの中身としては、DIV タグしかない状態で、この DIV タグに対して、スタイル CSS、いろいろですね色をつけていくというような感じになっております。であとはですね今回紹介する話っていうのがどこに書いているのかっていうのをちょっと紹介していきたいなと思うんですけれども、基本的にはこちらですね MDN のメディアクエリの仕様というページとか、あとはですねメディアクエリ自体の仕様ということで、草案ですね、それを日本語訳したこちらを参照しております。で基本的にはこの日本語訳っていうのも非公式な文書ということで、実際はですねこちらメディアクエリレベル5というような感じで、英語でずらーっと書かれているものがあるんですけれども、こちらが生の文書になります。でこちらを見るのは少し辛いなということで、こんな感じで日本語訳されたものを見たり、あとは MDN ですねを見たりするというような感じになります。で、この2つを見ていれば、基本的には不自由ないかと思いますので、何かですね使用面で困ったことがあれば、こちらの2つを見るのが、一番確実なんじゃないかなと思っております。はい、ということで早速ですね解説の方に入っていきたいんですけれども、まずはメディアタイプというものを解説していきたいと思います。でまずメディアタイプとは何かという話をしていきたいと思うんですけれども、メディアタイプというのは、表示する媒体、つまりメディアですね、メディアがどのようなカテゴリーに属しているかというのを分けるものになります。ちょっとですね説明だけだと分かりにくいかとは思うので、早速ですねコードの方で説明していきたいと思うんですけれども、よくですねメディアクエリーというと、こちらにスクリーン&というような感じでいろいろですね書かれているかと思いますが、このスクリーンというのがメディアタイプというものになります。
で他にはですね、オールと全てですねというものがあったり、プリントというものがあったりします。でこちらについて、ちょっとですね深く見ていきたいなと思うんですけれども、まずはですね MDN の方を見ていきたいと思います。で下の方に行くとメディアタイプというような感じで、4つですねあるのがわかるかと思います。でちょっと拡大したいと思いますが、4つですね、オールとプリントとスクリーンとスピーチというような感じであります。でオールっていうのは、全ての端末ですね。で次がプリントなんですけれども、これはページ付きの素材や、印刷プレビューモードで画面に表示された文書のためというところで、後でですねちょっと紹介していきたいと思います。で次がスクリーンで主に画面のためのものですっていうのがちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、これがですね一番一般的なもので、とりあえず画面があるものというふうに思っていただけるといいかと思います。なのでみんなスクリーンを使っているというような感じですね。で次がスピーチというふうに書いているんですけれども、実はこちらはすでにですね使われなくなっております。で MDN で先ほど不自由ないとは言ったんですけれども、やっぱりですね一番最新のものは MDN ではなくて、草案の、原本の部分になります。でこちらをちょっと見ていきたいなと思うんですけれども、この中の、これですね、媒体型とありますが、これがメディアタイプになります。でこちらですね、オールとプリントとスクリーンの3つしかないのがわかるかと思います。こんな感じで MDN よりも、やっぱりこの一番元の部分の方が正しい情報になっているので、基本 MDN で困らないんですけれども、どうしてもわからないとか、どうしてもなんか MDN に書いてあることを実践してもできないみたいな感じになったら、こういう元の部分までたどるっていうのは重要かと思います。でメディアタイプに関しては実はですね他にもいろいろ昔はあったんですけれども、TTY、TB、プロジェクション、うんたらかんたらという感じで、スピーチもですねスピーチもあったんですけれども、今はこちらは非推奨ということで、使われなくなっているということですね。で先ほどですねプリントについて解説すると言いましたが、そちらちょっと見ていきたいと思います。で今ですね、こんな感じで書いているんですけれども、ちょっとですねこのアンドの部分があるとややこしいので、このメディアタイプだけで、表示分けをしてみたいと思います。でまずメディアスクリーンとすることによって、全ての画面ですね、画面を持っているものっていうのはこの div のバックグラウンドカラーピンクになりますよというような感じになります。ちょっと更新をすると、こんな感じで、ずっとピンクなのがわかるかと思います。でこちらはですね基本的に画面幅は関係ないものになるので、スクリーンかどうかだけっていうのを判断してこの CSS を適用させるかどうかを決めているというような感じになります。でこの状態で一旦ですね例えば、印刷というボタンを押してで見ていただけるとこちら緑になっているのがわかるかと思います。でこれなんで緑になっているかと言いますと、こちら元のやつはバックグラウンドカラーがライトグリーンという感じになっているので、これが適用されているということですね。でメディアスクリーンっていうのは、印刷プレビューとかでは効かないものになっているので、このピンクにしているものが適用されていないということになります。画面はスクリーンなのでピンクなんですけれども、印刷プレビューモードっていうのは、プリントのメディアタイプなので、そちらに設定しないと、色が切り替わらないよということですね。でちょっと分かりやすく例えばアットメディアでプリントにして、で div で例えばバックグラウンドカラーを例えばライトブルーとかですねにしてみると、保存して更新して実際に見てみたいと思います。で今スクリーンなので画面はピンクなんですけれども、印刷をするとこちら青っていうかライトブルーですね、ライトブルーの色になっているのが分かるかと思います。今のような感じでメディアタイプによって適用させる CSS というものを変えることができるんですけれども、結局ですね何を使えばいいのという話なんですけれども、実はですねこちら、プリントっていうものを意識することがなければ基本的にはオールで十分というふうになっております。でオールか、スクリーンかどっちでもいいんですけれども、オールというのは省略可能になっているので、実は開発者の方でもうプリントを意識することがなければ基本的には何も書かなくていいということになっております。で私もですね今までの名残でスクリーンというふうによく書いていたんですけれども、今回改めて勉強することで、指定する必要がなくなったんだということが分かったので、これからレスポンシブ対応するときは私はメディアタイプは何も書かないでいこうと思っております。はい、ということでメディアタイプについて紹介しましたが、次はですねメディア特性について紹介していきたいと思います。